どうもこんにちは、まみやちです。先日 iPhone 14 シリーズが発売されて、今はねケースフィニットのこのフロストエアーっていう超極薄のケースをつけて使用してます。これケースがめちゃめちゃ軽くて個人的に一押しのケースなんですけども、今使ってるケースフィニットのフロストエアーの最新モデルが登場したので、そちら紹介していきたいと思います。今回紹介するのがこちら、ザ・フロストエアーウルトラになります。ということで早速開封して実際につけてみましょう。じゃあまずは開封していきましょう。で、今回カラバリなんですけれども、アイスホワイトとスモークブラックがあります。まずはアイスホワイトから開封していきます。紙があってケース本体で紙っていう感じですね。取り付け方とかもこんな感じで書いてあります。こちらがフロストエアウルトラになります。じゃあちょっとね、フロストエアとフロストエアウルトラ重さの方を比較していきましょうか。まずフロストエア 7g ということでめちゃめちゃ軽いです。でこっちのフロストエアウルトラに関しては 18g、まあ、これでもね普通のケースと比べるとめちゃめちゃ軽いですね、まあ、ちょっと他社のね iPhone14 用のケースも載せてみます。はい、28g ということで3分の2ぐらいの重さになってます、フロストエアウルトラで。このフロストエアとエアウルトラの特徴なんですけども、エアに関しては超軽量モデルっていう感じですね。 iPhone をできるだけ重くしたくないって人におすすめなケースがフロストエア。ただこのフロストエアに関してはちょっとデメリットがあって、対衝撃性能とかっていうのがあんまりないですね。なので落としたりしたら、まあ、ケースが割れちゃうこともあるし、衝撃吸収性能っていうのもあんまりないと思います。なのでできるだけ軽くしたい人とか、あと傷から守れればいいよっていう、そういった人向けのモデルになってます。で今回のこっちのフロストエアウルトラに関しては、軽さと対衝撃性っていうのを両方備えたモデルになってます。なのでもういいとこ取りっていう感じですね。バランスモデルみたいな感じかな。素材に関してはポリカーボネートになってますね。じゃあ実際にiPhone につけていきましょう。ブルーの iPhone14 に取り付けていきます。はい、取り付けてみました。じゃあちょっと近くで見ていきましょう。まずカメラ部分完璧ですね。でしっかりねこのケースの方がレンズより飛び出てるので、こうやって置いた時にレンズが傷ついちゃうっていう心配もありません。でそしてリンゴマークに関してはちょっとぼやける感じですかね。でも普通に見えます。で電源ボタン、マナーモード、音量ボタンで、そしてスピーカーとマイク穴端子で、ライトニング端子もしっかり開いてるので、ライトニング端子でかくてもケーブルはね刺さると思います。でこれポリカーボネートのケースなんですけども、マット調のねコーティングっていうのがされてるので、この背面とか側面に関してはサラサラになってます。なのでどっかに引っかかっちゃうとかっていうのもないし、あとはそのマットコーティングされてることによってサラサラなんだけど手のグリップ感しっかり握れる感じがあって、かなりねいい感じですね。ただちょっと今使ってみて少し残念だなっていう点があって、それはここですね。まず電源ボタンとかっていうのがこんな感じでね奥まってます。このケースが少し分厚いことによって、なのでちょっとね指を奥に入れないとボタンが押せないっていうところがあります。なのでこの電源ボタンとかに関しては指の腹で押すっていうよりは爪でこうポチッと押す感じになるかなと思います。マナーモードに関してもそんな感じですね。であと底面のここの左と右側にスリットっていうのが入ってるので、ここのね傷がちょっとついちゃう可能性もあります。まあ、ただここになんか先端が尖ったものがスッと入ることってあんまないと思うので気にしなくてもいいかなとは思います。うん、そんな感じかな。これが iPhone14 のブルーにつけた感じ。なんかね14のブルーってちょっと暗い水色っていう感じなんですけども、このねマットケースをつけることによって少しね明るい感じの水色になるような感じがします。これ水色とのね相性めちゃめちゃいいね。で気になるマグセーフの磁力なんですけども、いきます。パチッ。はい、まあくっつくっちゃくっつきますね。ただ磁力はね裸とかあとは普通のフロストエアと比べると少し弱くなるかなと思います。フロストエアは 0.8mm、 こっちのフロストエアウルトラは 1.2mm なので、マグセーフの磁力を優先するんであればフロストエアとかの方がおすすめですね。ただ使えないっていうことはないし、マグセーフ充電に関しても問題なくできます。ただ弱いマグセーフのアクセサリーつける場合はちょっと気をつける必要があるかもしれないです。次はフロストエアウルトラのスモークブラックつけてみましょう。ブルーにつけるとこんな感じ。まあこれはあれかな、ミッドナイトとか、あとはディープパープルとかスペースブラックとか、そういったものにねつけるようかな。あとは赤とかもいいかもしれないですね。そういったね、ブラック系の色につけるのがおすすめかと思います。水色だとあんま合わないかな。なので個人的にはやっぱりこちらねアイスホワイトの方がおすすめですね。そしたら次シルバーの iPhone につけていきましょう。フロストエア外します。フロストエアウルトラつけます。まあ iPhone14 Pro 用も穴も完璧だしいい感じですね。
シルバーの iPhone につけるとこんな感じ、めっちゃ合いますね。やっぱシルバーにはアイスホワイトがいいと思います。続いてスモークブラックも取り付けていきます。シルバーにスモークブラックつけるとこんな感じ。まあシルバーにスモークブラックは割とありかもな。ただまあやっぱアイスホワイトの方が合うかなっていう感じ。まあこれもね、黒系の iPhone につけるといいと思います。リンゴマークはうっすらつける感じかな。プロシリーズは無印はこんな感じでしっかり見えます。いいねいいね。ということでいかがでしたでしょうか。フロストエアウルトラ、こちらに関してはね、耐衝撃性能と軽さ両立してるので、今までのフロストエア軽いけどちょっと耐衝撃性能が心配だなって思ってた方にはぴったりなねケースになってるかなと思います。まあ、ただ軽さを求めるんであればやっぱりこのフロストエアだと思います。落としちゃうとかそういった心配がある人はこっちのフロストエアウルトラっていう感じですね。概要欄のクーポンコード使うことによって安く購入できますので、ぜひクーポンコード使って購入してみてください。はい、以上、薄さと耐衝撃性能のバランスが取れたフロストエアウルトラのレビューでした。バイバイ。